バロンドール2024、現在のランキングがこちら。ビニシウスが1位、ヤマルでいいよ。ロドリが一番マシかもしれんけど、該当者なしってした方が権利は守れる。ロドリでええんやないの。チャンピオンズリーグの MVP よりユーロの MVP の方が価値高いでしょ。ビニシウスだけはあかん。デコやリベリが受賞できなかったようにビニシウスも取らせなくていいよ。ここでベリンガムに上げないとイングランド一勝取れなさそう。過去10年のバロンドール見たらわかるけど、レアルがチャンピオンズリーグ取った年はレアルの選手、それ以外の年はメッシまたはコロナで中止だから、確実にビニシウスかベリンガムだぞ。ベリンガムとビニで一騎打ちかな。ラリーガでの得点とアシスト数はベリンガムが上みたい。大陸別の選手権でもベリンガムは準優勝。ベリンガムが妥当なのではないかな。アタッカーに偏重する傾向があるので、ビニも捨てがたいが、ロドリでいい気がするが。まあビニシウス安定。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。